クロワークス。はい、どうもすぐるです。今回はこちら、ということで次はデフオイルの交換していこうと思います。これがねデフオイルです。カストロールのユニバーサル 80W90 マニュアルトランスミッションデファレンシャル兼用オイルということで、そんなにねしっかり高いものではないんですけれども、まあクリッパじゃ十分でしょうということで交換していこうと思います。まずはねしっかりとジャッキアップをしてあげて、両サイドに馬をかけてあげます。ということでジャッキで上げて馬をかけてあげました。この3本の足しっかりと地面に設置しているか確認してあげてください。デフオイルの交換なんですけれども、これがデファレンシャルケースですね。デフケースって呼ばれるものです。これはずーっと来てるこのパイプ、これがプロペラシャフトと呼ばれるもので、このプロペラシャフトがくる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 高回転します。縦回転で車体の前方のエンジンからぐる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 っと伝わってきた回転をこのデファレンシャルで横方向にして左右のタイヤを回してあげるっていうギアが組み込まれた部分ですね。この部分に入っているデファレンシャルオイルっていうのを交換します。で、これの交換の仕方なんですが、よいしょ、下側にあるこれがドレンボルトと呼ばれてオイルを抜き出すところですね。で、上側のボルトですね、これがオイルを注入してあげるボルトです。このねデフオイルが特になんですが、下のねドレンボルトを開けてオイルを出してしまうと、万が一上側が開かなかった時にオイルを全く入れることができなくなっちゃうんですね。なんでまずはここの上側を開くことを確認してから下側のドレンボルトを開けてオイルを出してあげましょう、ということで作業してみようと思います。はい、ということで一応ね上ねオイルを入れるところっていうのは開きました。でね、後ろ側のタイヤだけジャッキアップして馬をかけている状態なので、これ今オイルは出てこなかったんですけれども、中覗き込むとちょうどこの線でオイルが来ているっていうことが見えますね。ということで次はこの下側の部分からオイルを抜いていこうと思います。スグルはねこういう時に変にね体を痛めてしまったりとか、どこかにバンとぶつけて怪我をしたりするのが嫌なので、こういったねパイプみたいなものをかましてあげて、自分の力の8割程度で動くようにいつも心がけています。あ、緩みましたね。だいたいね自分の力の8割ぐらいの力でね物が外れるような力をかけられる道具っていうのを探してみるといいかもしれないですね。ちなみにスグルはね2万キロでこの車両購入して今7万キロなんですけど、5万キロ近くデフオイル交換してなかったこともあります。どういったオイルが出てくるのかちょっと楽しみですね。お、見えますかねこれ。ああ、デフオイル特有の匂いですね。色がだいぶコーヒー牛乳だと思うんですけど、どういう状況かっていうと、若干乳化っていうのをしてます。乳化っていうのは、中にギアが入ってるので、走行中なんていうのは、鉄と鉄が擦れ合ってね、若干温度が上がります。なので、高温になった状態から、今日みたいにね、こうやって、白い息出てると思うんですけど、寒い日にね、そのまま置いておくと、中側が結露するんですよ。で、その結露した水が、このデフと混ざり合って、若干乳化を起こしているっていう状況ですね。まあ、これぐらいだったら問題ないでしょうっていうところです。でね、これがもっと真っ白になるぐらい乳化をしてしまっている場合は、どこからか雨の混入が考えられるので、それがある場合は対応してあげればいいと思います。これなんですけども、ドレンボルトに磁石がついてます。鉄と鉄が擦り合う場所なので、それによってね、生じた鉄粉なんていうのをここにね、吸着するようになってるんですけども、だいぶ鉄粉がくっついてます。ということは、この車、某有名全国チェーン中古車販売店から購入したんですが、もしかしたら交換してなかった、もしくは磁石がついてるところの清掃しないまま終わりにしちゃったのかなっていう形です。新車時が一番新品の鉄と鉄が擦れ合うっていうことで鉄粉が出るっていうことなんですけれども、すぐ実際5万キロ程度走行でここまで鉄粉のついたドレンボルト見たの初めてですね、デフオイルで。まあつってもね、スグル自体もそんなに車両台数整備士としてこなしてたわけではなくて、5万キロぐらいでねそれぐらいの鉄粉ついてることなんてザラだよなんていうのがあったら申し訳ありません。はい、ということでオイルが出終わったんでね、よいしょ、今しっかりとドレンボルトを締め終わりました。パッキン自体もねそんなにへたってなかったんで今回は再利用しちゃいます。で、ここもね抜いた時のオイルがそのままここに残らないようにしっかりとパーツクリーナーで拭いてあげます。で、ここにデフオイルを実際に注入していきます。オイルを注入する時なんですけれども、こちら100円ショップとかで売ってる醤油とかね油とか入れておくね、ボトルです。
デフォイルって硬いんでね、こういったものの中に入れてチューと注入していってあげる形でね、オイルを足していってあげようと思います。はい、このオイルはね、こういった形で貫通ドライバーっていうね、あのハンマーで柄を叩いても大丈夫なもので、空気穴と注ぎ口注いでいってあげます。デフォイルってね、あのエンジンオイルとか ATF のオイルと比べてかなり硬いんで、今日面倒だったりでやんなかったんですけど、鍋にねお水を沸騰させて、お湯の中にこの缶をそのまま直接入れて温めておいてあげると、オイルが柔らかくなってね、注入しやすくなったりもします。はい、ということで新しいデフオイル注入完了しました。これをねこうやって押さえて穴に刺してチューッと注入していこうと思います。もうちょっと角度がつけられればね、入れやすいんですけどね。もしあれだったら注入してるこの先にこれのね、ちょっと太いぐらいのホースなんかつけてあげると入れやすいかもしれないですね。はい、1杯目入りました。おかわりしようと思います。はい、じゃあこれおかわり2杯目注入します。2杯目も入っちゃいました。はい、ということでおかわり3杯目入れてみようと思います。多分これでね、この口から溢れてくると思うんですけど、溢れ出てきた時がね、ちょうど満タンの状況になるんで、溢れ出るまで入れていきたいと思います。はい、ということで今ね1リッター分全部入れてみたんですけれども、まだね湯面を見たところ穴のところまでオイルが来ていませんでした。ただね、ペンライトで中を照らしてみたところ、湯面の高さはね、このあたりギリギリまで来てるのを確認できました。この車両を今オイル注入している状況っていうのが、後ろだけねジャッキアップをしている状況なので、前下がり後ろ上がりな状況になってしまってるという。なのでジャッキアップを下ろして適正位置になった時にちょうど湯面ぐらいの高さになるかなと。デフオイルなんていうのはね、この湯面までって言われてるんですけれども、それより若干多くても少なくてもね、大した差は出てきません。ということで注入口もしっかりと締めてあげて、このね垂れてしまったオイルをしっかりとまたパーツクリーナーで拭き取ってあげます。はい、ということでこれでデフオイルの交換は終了です。はい、ということで今回はクリッパーのね、油脂類交換、 ATF、エンジンオイル、デフオイル、この3つのオイルをね交換してみました。この動画がね面白かった、参考になったという方はぜひともチャンネル登録お願いします。動画の評価もぜひお願いします。 YouTube の動画以外にもね、ブログと連携して動画でお伝えしきれなかった情報などもお伝えしていますので、よかったらブログの方もチェックしてみてください。 Twitter、Instagram では YouTube の撮影の裏側なんていうのも紹介してるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。大将お疲れ様でした。お疲れです。なんでスター入ってないんですか。いや、お風呂入ろうと思ってる時にエンディング撮り忘れちゃったからということでこれからお風呂入りますんで、はい、皆様も、はい、あったかいお風呂に入って風邪ひかないようにしてください。下半身出しながら撮影したみたいです。はい